はいどうも、赤星せよ、赤星マスティー。さあ今回ですね、ついに来ました、蒙古タンメン中本さんです。あ、今回来ましたわ。高田の馬場店ということで、まずはね、この、お店の情報からいきますと、高田の馬場のね、もう駅のほんと目の前のビルの、B 1階にあるんですね、はい。で、今回ですね、4月26から30日限定で、これなんと高田の馬場店のみですよ。しかも一郎というですね、インスパイア系を出すということで突撃してきました。一郎、一郎です。はい。さあメニューですね、もちろん蒙古タンメン、味噌タンメン、北極ラーメン、おなじみのね、辛いメニューが揃っておりまして、冷やしなんてのがこれつけ麺なんですね。僕は食べたことないです、まだ。僕もないですね。あ、ないですか。蒙古タンメンよく食べますけども。ね、やっぱ蒙古タンメン食べたらな。で、まぁ、今回もちろんその、限定麺の一郎というのを選んで、おります。さあ、どんなのが来るんでしょうか。あ、こんなんでーす。さあ、一郎ラーメン麺特大の、ニンニクあり、からしニンニク、からしニンニク、背脂、野菜盛り、チャーシュー2枚の半ライスということで、1500円超えですね。あ、そう。言ってますね。トッピング喋ってるから。そうなんで、ニンニクだけはですね、コールで、ありかなしか選べるということで、僕はありにした上でさらにニンニクダブル。ちゃんと3個あるな。はい、そうです。しっかり入れてくれますね。そしてですね、野菜だけはこれ有料でマシマシにすることができませんでした。はい。なので1枚だけ購入なんだけど、まあ、結構ね、真ん中見えてないやつも売ってますよ、これね。さらに、辛さの変更がありません。なるほど。はい。まあ、多分辛さを入れてしまうと、まあ、なんだろう、二郎系というより蒙古タンメンの、まあ、盛りになってしまうからなのかな。なるほどね。ということで、辛さゼロの、まずはチャーシューからね。豚じゃない、チャーシューです。はい。炙ってあるんですね。で、炙ると油の部分がね、火こうやってプリプリ感強くなるんですよ。厚めがすごいですね。あ、すごいでしょ。ね。非常にジューシー豚でした。ね、美味しい。さあ、そしてスープですね。中本さんはスープの作り方が結構企業秘密らしく、情報があんま出てきません。ですが、豚や野菜、ふんだんに使ったスープで醤油でさ。ね。で、豚臭さないんですね。うまみが強めのスープです。で、ちょっとね、甲殻類の、まあ、ちょっとどうなんですかね、ちょっともう食べてみてほしいんですけど、これはわかんない、上がった日にちによってはもう食べられないかもしれないけど、あ、そうか。で、背脂のね、形状細かめの油と野菜ややシャキね、これがまあインスパイア系だよということをかなり強めに主張してきますね。ただし、やはり辛みが存在しませんので、油、野菜、スープの順にこう外からこうなんかしょっぱさを加えていく食べ方がいいと思います。さあ、説明ですね。蒙古タンメン中本さんでですね、通常が約150ぐらい、大盛りにするとプラス75g、225g で、特大するとその倍の300ぐらいというんです。なるほど。つるつる、ムチムチ。あ、出ました。つるつるムチムチ。ムチムチです。手やめいいということでやってますけども。遅いんですけども、加水率高めの麺で弾力があるんですね。なので、本来、辛くてゆっくり食べたい人でも麺が伸びにくいのかなという。どういうご配慮ですかと思いますよ、僕は。非常に美味しいつるむち麺でした。じゃあこれすごいな。これですね。いやいやいや、販売だ。やっぱ辛さ変更ないんで、ニンニクトリプルで別事件の辛さ。あ、辛さのちょっと意味がちょっと違うけどな。辛いっていう漢字表記にもしないしね。このね、やっぱインスパイア系のベクトルの刺激をね、中本で味わえるという夢のようですよ、僕は。なるほど。感動してます。はい。ただしですね、もう本当に先ほどの辛めも加えることはできないし、胡椒もないし、あの一味みたいなのも一切ないんで、このニンニクの味変を上手に使っていこうと。なるほど。一気に変えてみましたね。私ですか。確かにね、いつも通りのやり方で言ってましたが、ここまでやっちゃうとですね、中本らしさはもうほぼないです。3倍ニンニクやってるからよ。オリジナル、これぞ一郎というようなドラムで、せっかくなんで一郎のすすりじっくり見てください。お、
で見ていきましたが、ね、麺の後はライスでございますね。これ辛いあんかけがあるとね、うん、麻婆丼みたいに食べることができるこの食べ方なんですが、うん、今回は一両茶漬けという。茶漬けなんですかね。美味しいですね。汁漬けかな、もしかしたら、うん、ね、ドパッとライスをするとですね、うん、あの僕いつもこう、うん、あのご飯スープご飯スープで食べてるんだけど、入れることによりちょっとご飯をスープ吸収してすごい美味しいですね。僕はずっとそう思ってました。あ、そうですか。だからバターとか海苔入れても美味しかったかな。あ、それもある、あるんですよ。でちなみにですね、かつて一郎というのは大宮店で提供してたんですけども、うん、なくなっちゃって今は限定でゲリラ的に行われるこういったメニューのみということですね。なるほどね。はい、ということで会員でーす。ねえ、大変美味しかったですね、うん、さあマシマシレベルを見ていきましょう。 87.48 さんです、うん、あ、おめでとうございます、うん、ね、特に語呂合わせもなく、うん、思った通りの数字にしました。そうか、はい、87.48 さん、48さんですね、うん、ないですね。あ、そうです、はい、しないです特に。いや、蒙古タンメン長本さん、僕はね、あの、うん、初めて人生で行ったのは二十、うん、歳の時だったかな。あの池袋店が一番初めだったんだけど、うん、それまでね、僕辛いもんって、うん、ほとんど普通の辛さしか食べたことなかったのよ、二十、うん、歳になるまで、はいはい、でここで初めて中本というものを食べてですね、うん、その日の夜までずっと舌の上か唐辛子乗ってる感覚があって、うん、二度と行くかと思ったら最初はね、うん、1週間後また行ってましたね。ああ、そういうもんですね、やっぱね、そういうもんなんだねと思って、不思議なもんでね。でも激辛の話した後ですみませんだけど、こちらは一切混ぜないです、うん、ゼロです、はいはいはい、その代わり、うん、麻婆を単品で買ったりはできます、うん、ああ、ね、やっぱ中本家の人ってかけるよね。かけますね、辛いやつ、うん、トッピング、あと麻婆丼とかもあるんで、うん、どうしてもやっぱそれ食べたいってなったら追加で、ね、買っちゃってもいいし、うん、私みたいに水背脂ダブルにしなくても、その分ちょっと浮かせて、うん、あの別の丼物頼んでも全然いいと思います。ちょっと特殊なトッピングの人ですかねこれって。まあね、あの根本は二郎系で言ってますんで、うん、マシマシでやっちゃいましたけど、はいはい、真面目な話をして終わりますけど、はい、いいですか。いや、なんかありますか。なんかありますか。あの上板橋の本店、上板橋、はいはい、行きたいです。お、よっしゃ、はーい、ごちそうさんです。Thank you.